り過ぎてゆく人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を超えて君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた。君のために今何ができるか、忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。自分のこと大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く遠く離れて行かないで、疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくても、なくしたもの探しに行こう。いつかいつの日か見つかるはず。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で